ウラジーミル・ニコライ・ボローニンは、モルドバの政治家。第三代大統領。日本語では、慣例として、ウラジミール・ボローニンとも表記する。1941年5月25日、当時ソビエト連邦の構成国だった、モルダビア共和国のキシニ付フ県に生まれる。ボローニンは、スラブ風のフルネームであるが、民族的には、喫水のルーマニア系である。祖父の名は、 イシドール・サルブといい2005年に亡くなった母親の名は、ペラゲー・アブジェニツァである。1961年、キシニ女フ技術、専門高等学校を卒業。パン製造工場の企業長を歴任する。1971年、ソ連食品工業大学を卒業。同年、共産党に入党指党活動を開始する。1983年、ソ連共産党中央。 委員会附属社会科学アカデミーを卒業後、モルダビア共産党中央委員会組織部副部長。1985年、ベンデル氏共産党第一初期。1989年モルダビア共和国内省を歴任する。1991年ソ連内務省アカデミーを卒業。ソ連中ベトナム大使に任命され赴任するが、ソ連8月クーデターに遭遇。 クーデター後はロシア連邦内務省に席を置いた。1994年モルドバ共産党第一初期に選出される。1998年3月、モルドバ議会議員選挙に立候補し当選する。この選挙で、モルドバ共産党は議会で議席の4割を占めた。ボローニンは共産党議会内党派代表に就任し、2000年7月に、 大統領を議会で選出するという憲法改正を実現した。2001年ペトロルチンスキー大統領は議会を解散し、2月25日に選挙が行われ、総議席101議席中、共産党は71議席を獲得し、第一党となった。4月4日、憲法の規定によりボローニンは議会で大統領に選出された。ボローニン率いるモルドバ共産党は、 モルドバにおけるロシア語の公用語化、ロシアベラルーシュ連盟国への参加などを当初は主張して、ロシアの仲介による小ざくメモランダムに基づいてソイドニエストルとの連邦化に動くも決裂。モルドバ政府は欧州連合に接近、ルーマニア語学校を閉鎖したソイドニエストル地方に対する経済制裁を課し、2006年にはロシア側も グルジアワインと共にモルドバワイン等の輸入禁止措置をすることで対抗した。2009年4月5日に実施された総選挙でボローニン率いる共産党は引き続き第一党を維持したとみられているが選挙結果に不満を募らせた野党支持者が翌6日から首都キシナウで反政府デモを開始。翌7日にはデモ隊が暴徒化して 議会や大統領府を襲撃する事態に発展した。これらの動きに対し、政府側は再集計を実施するなどの妥協案を提示し、事態収集を模索している。前回の総選挙の際も、前日のバラ革命、オレンジ革命に触発された野党支持者が反政府デモを行ったものの、その際には短期間で下火になっている。ボローニンは、 連続参戦を禁じた憲法の規定により、大統領職を退かなければならないものの、その政治的影響力の大きさから、ロシアのウラジーミル・プーチン首相のように首相に横滑りするなど何らかの形で陰性を行使すると見られていた。そして、2009年5月12日に、モルドバ議会の議長に就任した。これにより、陰性を行使すると思われたが、大統領選挙で、 共産党の候補をナイダ・フレチアニオ大統領に選出することが野党のボイコットにより失敗。議会を解散しなければならなくなった。解散の結果、共産党は大きく議席を減らし、ボローニン自身も2009年9月11日に辞職した。既婚者でこう二人有している。長男は同国有数の企業家として知られるオレグボローニンである。ありがとうございます。